チンするのはなんでだろう。もうそれは好きだから。好きやから。しまちゃん、バラありがとう。今日暖かい。今日ですか。寒くはないって感じかな。最近わりかし暖かいはず。暖かいかも。あ、でも今は寒いです。しのうらんちゃんありがとう。今日は私も波動行ってきました。波動行った方多いね。お疲れ様。リモート会議ごめんね。野球のキャンプって練習してるとこも見られるんですか。そう、あのキャンプはあのなんだっけ、紅白戦以外は全部紅白戦っていうなんかチームで赤と白に分かれて対戦する日があるんやけど、それ以外は全部練習だから、練習してる風景を見るって感じですかね。試合以外はほぼほぼ練習を見るって感じよ。バッティング練習とか投げる練習とか。今日アイドルのモチベ上がりすぎてもうなんか好き。イエイ。おとなしくバイトしてたよ。お疲れ様だ。ねえ、明日会える、嬉しい。今日はポカポカでいい天気だったのでお昼にラーメン食べに行きました。確かに、でも今日は暖かかったのかもね。会場でのんちゃんの缶バッジトーレド。待って、早い早い。缶バッジトーレドでゲットした。トーレドって何？嬉しい、ありがとう。頑張っちつけてね。キャンプファイヤーしてないですよ。選手の皆さん練習してますからね。そうそうそう、とか本当にね、普段見えない光景がいっぱい見れる。なんか選手同士で、ね、話しててなんか笑ってるとこだったりとか、そう仲良さそうに、そうなんか選手が選手の真似してるとことか、そういうのを見れる。普段見れんじゃん。カズトさん、ハートありがとう。トレードありがとう。嬉しすぎて今日ずっとね、バイトの同期の人とかに明日推しにオンラインで会うのって話してた。かわいい、ありがとう。嬉しい、私も頑張れる、そうやって言ってくれたら。そう、なーに？野球のキャンプ地はもう行かないの？え、行きたいです、行きたい。でも今年は結構行けてるんですよ。そう、トゥ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 。入場無料ですよ。なんかね、去年はなんかネット登録が必要でみたいなあったけど、今年はそういうのもなく入れますね。わさっぴさんありがとう。 JO1 ってあれか、男性ユニットみたいなやつ、あのオーディションのやつかな、全然わかんないけど。
トゥトゥトゥ、パクチーさん、バラありがとう。お話し会で支払い忘れちゃう芸人なんですけど嫌いにならないでください。全然嫌いにならんよ、会いに来てね。うん、バラ欲しい、ぜひ。明日は違うお仕事があるのでお話し会できない、参加できないけど来週は参加します。はい、当たりますサイン当たりました、よかった、それはよかった、待ってるわ。うん、キャンプ地でグッズは買った、クマさん買った、クマさん買った、見て。最近は選手の名前をもっとより覚えようと思って勉強してますうん、そう、トゥ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 、クマちゃんを今年は買った。そう、タオルとトートバッグとキーホルダーが持ってるから、そうはね、タオル、トートバッグ、そう、ボールのキーホルダーは、野球ボールのキーホルダーは去年揃えたんですよ。そう、あ、でもタオルはお兄ちゃんがくれた、うん、お兄ちゃんが買ってくれた、なんか頼んで。そうそうそう、え、元カレです、話しちゃうんかもしれん。確かに、みつきちゃん、確かに久しぶりのリップグラスだわ、あいつらね。明日はとても忙しいので時間取れたら参加しようと思ってます。いや、ダメです、ダメです、来てください。あのクマちゃんのバリ可愛かったんだけど、めっちゃ可愛いやろあれね。沖縄と宮崎でキャンプあるっちゃけど、それのコラボの、え、コラボなんていう、沖縄と宮崎キャンプ用のに作られたクマちゃんの、クマちゃんの、そう、お洋服着てね、そう、めっちゃ可愛いよね。今年はあれを目当て、あれグッズではあれを目当てにしてたのでゲットできてよかったです。ご苦労さんもありがとう。赤さんありがとう。待ってるよ、みつきちゃん。あんな可愛いクマのキーホルダー初めて見たね。なんかめっちゃセンスありますよね。ケントレさん、バラありがとう。なんか誰目線って感じやけど、めちゃくちゃなんかさ可愛くない？なんかさ、なんかさ、あれだよね、クマちゃんってさ、顔可愛いのもあればさ、なんかいまいちみたいなやつあるやん、多いやん、いまいちなやつ多いやん。いや、これはいい、これは別になくていいかなみたいな。でもめちゃくちゃジャイアンツの可愛くて最高でした、買っちゃいました。バラ一本、私はあなたに一目惚れでした、嬉しい、ありがとう。浩平さん、ひでりんごさん、ありがとう。そう、鈴木ゆりさん、ありがとう。めちゃ可愛かったです、くまちゃん。うん、でもなんかさ、今年、あ、や違うな、なんか今年はね、なんかリラックマとか、リラックマわかります？リラックマとかチコちゃんとのコラボ商品が多くて、なんか普通のやつは、普通のやつよりそういうなんかコラボのやつが多かったかもしんない。私はクマちゃんをゲットしたので、ゲットしてないですけどね。サッカーもあのクマある、サッカーにもあるんやん、絶対かわいいやん、クマかわいい。うん、クマちゃんの背中姿も見たいな。ク
くまちゃんのさ、なんかすごい G って書いてあったはず。うん、赤さんありがとう。そう、 G って書いちゃったと思うよ。ユニフォーム着ちょるくまさんは可愛いよね、うん、ミニオンのボブが持ってるティムちゃんみたい。あ、そう、ティムみたい。ティム並みに可愛いよね。確かにティムのね、靴下持ってる、うん、そういえばそう、なんか、え、なんかチコちゃんとコラボしてましたよ。チコちゃんとリラックマ、びっくりした。うん、あ、 あとあれ売ってました、ウォーカー選手のカツラ、あのドレッドヘアっていうドレッドヘアの被り物とかもあった。そう、ティムの靴下、なんかさ、ティムのグッズ持ってるとかそんなのないっちゃけど、あの USJ に友達と行った時に、高3の夏かな、行った時にね、唯一その靴下だけティムのグッズをゲットしたんですね。そう、使えるものが良くて私、うん、なんかさ、せっかくならさ、なんか持ち物にできるものとか身につけられるものが良くない？なんかずっと放置しておくものよりも。だからそう、靴下だったら絶対使えるから靴下買ったんだよね。のんちゃんの声待ちきれなくて、小林蘭さんの生誕祭ピエン、でもよかった、綺麗で、うん、楽しんでもらえてよかった。カツラっていうかな、そう、ドレッドヘアのかぶり物。ひらっちさんありがとう。うらんね、うん、修学旅行で大阪と北海道別れて、うん、大阪行った子にティムのキーホルダーお金渡してまで頼んだ。そんな好き？そのティム好きなんや。ティムってさ、あ、ティムってミニオンの子供？違う、ミニオンの人形？あ、ちょっと分かってないや。かぶってほしい。あ、かぶってほしいですか。確かに、なんかちっちゃいね、ちっちゃい女の子とかがね、かぶりよったよ。多分ママとかに買ってもらってかぶってました。うん、なんかね、海外の選手なんですね、ウォーカー選手44番なんですけど、ウォーカー選手めちゃくちゃなんか人気だった。ちっちゃい子供がめっちゃ呼んでました。うん、そう、かぶり物可愛かった。あ、秀丸さんかな、ありがとう。なのにまさか1週間で、え、待って待って、1週間でスクバつけてティムちゃんをなくしました。ピエンすぎる。それはティムちゃんはボブが持ってるクマちゃんの人形、ボブが持ってるクマちゃんの人形なんや。大人はかぶれんの？多分かぶれると思う、うん、多分かぶれるよ、うん、サイズとかあるんかな。でもちっちゃい子がかぶってたんですよね。いや、多分誰でもかぶれる、うん。秀丸さん、だるまさんとハートありがとう。でも大人がかぶっちゃうのは見てない、うん、恥ずかしいんかな、分からんけど。そう、でも確かになんか黄色いミニオンが抱いてるイメージはあるかも、うん。ドレッドヘアすごいよね。ドレッドヘア大変そう。あ、美容室に行ったらやってくれるってこと？すごいよね、ドレッドヘア。なんかめっちゃ三つ編みみたいな。秀丸さん、お花ありがとう。黄色いミニオンってみんな黄色、そうね、みんな黄色いね。
思った、言って思った、言って思ったよ、うん、みんなそういえばミニオン黄色いわって思って、そう、まあ黄色い物体って言わなかっただけ、許して、うん、こんばんは。ドゥ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 、バナナ、確かにバナナっぽいわ。赤いミニオンはいないんだ、全員黄色、そう黄色よ、やっぱサロンちゃんって天然、天然だね、違います、これは違う、はっきり言う、違うよ、うん、違う、絶対違う。なんかね、パッと思い浮かんだ言葉で言っちゃうんですよ、そうで後から、あ、それそれってなっちゃう、そういう人、うん、そう、あの本物の言葉が思い浮かぶより先に偽物の言葉を発しちゃうみたいな、まあそんな感じ、そんな感じだってさ、考えてる時間もったいなくない？もったいないんですよ、もったいない。だからよくマミと会話するときはマミによく修正されます、うん、そう、よく修正される、そう、パッと見、あ、そう、パッと見と一緒よ、それそれそれ、偽物の言葉、違う、なんかまあ偽物の言葉みたいな感じやん、そう、間違った言葉、それそれそれ、こんな感じ、そう、間違った言葉ね、そう、偽物の言葉じゃなくて間違った言葉、うん、何ていう、間違った言葉でいいのかな、間違っちゃった言葉、うん、まあそんな感じうん、なんかそう、そんな感じ、間違っちゃった言葉、うん、そう、言い間違えちゃった言葉、うん、出てこなかった言葉、そういうこと、そういうこと。天然かどうかアンケートしましょう。嫌です、天然じゃないもんだって、うん、サーモン天然じゃないよ、うん、まあある意味天然ですけどね、自然いっぱいで育ったので。ピンクカメオさんありがとう。天然のサラノちゃん大好きだから天然でいいよ、違う、だからね、天然じゃないよ、そう、正常、え、なんて言ったらいい、わからん、普通、うん、あ、考えずに出る言葉、それそういうこと、いや待って、違う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 、ちょっと違う、ちょっと違う、それも考えてる、考えてる、考えてる、考えちゃうけど出てこないんです、うん、まあそういう言葉、人工、怖いそれ、養殖、違う、正常より天然なの得する、全然、普通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 です。シノハートありがとう。まあこんなのは日常茶飯事なので、そう、サーノンと毎日一緒に生活してたらこんなの日常茶飯事ですよ皆さんかもしんない、うん、よくマミに訂正される、ひでまるさんありがとう、バラ、ねえ違う、やっぱ盛り上がるねとかじゃないよ、盛り上がりません、全然私の心は盛り上がってませんなっつんさん、お花ありがとう、花束ありがとう、しの太郎、名前変えた、ありがとう、お花、うんうんうん、
明日はオンライン話会だよ、みんな楽しみだね。いつぶりやろ。待って、1月オンラインあったよね。21と22両方あったかな。盛り上がってるじゃんって。盛り上がってない、盛り上がってないよ先月ぶりそうだよね。21と22あったっけ、両方あったと思う、あったと思う、うん、あったね。それぶりだ。カズトさんありがとう。ペンライト。ルン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 。あ、25分からしてるんや。じゃあそろそろ終わる。じゃあ50分に終わる。うん。でもあと2回で終わるのつらい。確かに。あと2回しかないよ、みんな。みんな。会いに来なきゃ、会いに来なきゃ、みんな寂しいじゃん。明日行くね、嬉しい嬉しい。メイクして待ってるね。19日、あ、オンライン話し会だ。仕事前に行く。やった。仕事前いいね。仕事前ってさ、仕事前に入ったら頑張れん頑張れんって、私が言う立場じゃないけどさ、私が逆やったら頑張れるから聞く。頑張れるよね。どうですか、篠太郎だるまさん、ありがとう。明日すっぴんで配信し、あ、配信間違えた参加しようかな。いいよ、じゃあ私もすっぴんで参加するね。ダメダメ、絶対にダメいいよ、ランちゃん。え、明日バイト前にオンライン話し会、頑張れるね。あと2分で50分、ありがとう。仕事に送り出してって、行ってらっしゃいって、じゃあ言ってオンラインで。もう終わるよ。そう、明日メイクしないといけないのでどういう理由すっぴんで配信もやばい。すっぴんで配信やばい、まあやばいか、やばいのかな。すっぴんで配信したことあるよ、でも、うん、なんか前髪の長さ良きかも。エース VS さん、ありがとう。そんなことない、そんなことない、何でもいける。すっぴんでええやんって。え、じゃあすっぴんでいい、明日すっぴんでいいんですか、うん、すっぴんは上から NG NG とかあるのかな。黒曜さんありがとう。 T 明日時間見つけて今年行ってみる。待ってる待ってるって、待って、待ってるって違った、間違ったけど待ってる。行ってきて報告して。さあちゃんのスピン習うならウランはドスピーンで参加。私はメイクするよ、メイクするよ。スピンで探してみたいね。でもいや、メイク絶対しますよ。明日僕は宮崎へ行くのだ。いいな、いいなとか言っていいじゃん。キャンプだよね。まさかの待ち合わせですか違うよ。サードはさスピンでも綺麗って嬉しい。50分ありがとう。
いいなって、自分の出身県じゃんって。いや、あの行き違いになるからいいなって思った。そう、私宮崎、やっぱ宮崎愛で溢れてるのね。明日は何もスケジュールないと思って。明日オンライン話し会。キャンプいいな。キャンプ、キャンプ、キャンプ。こんなに広いんです、敷地。こんなに広いんです。ここからここまでめっちゃ移動したりするんよ。歩いてバスも乗ったり、人それぞれ。明日おろそうか結ぼうか悩んでる。あ、じゃあさ、あれに、あれにしたら19日来てくれるんやったっけ。来てくれるなら、そう、それとそれで分けたら嬉しい。この日は嬉しい、この日は結び。ああ、そう。でででででで、なんかさ、この地図で見たらめっちゃ遠いですね。キャンプバイヤーはどこですの？わかんないよ。真ん中でいい？すごいね、なんかいろいろある。こう見ると、え、なんかさ、これさ、これのやつなんやけど、後ろなんやけど、めっちゃ書いてある。水泳、ラグビー、ん、水泳、ラグビー、陸上、武道館、テニス、軟式野球、んー、うん、がある。すごいね。ドゥ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 。こんばんは。ランキング読んじゃうけど、13位はピンク神尾さん、12位はムムさん、11位は YKYK アットマークリランチュさん、10位は秀丸さん、9位は公平さん、8位はナーアットマーク空の姫かわいい、7位はカズトさん、6位はワサッピさん、5位は高一さん、4位は空野のブーツになりたい、になりたいさん、空野のブーツになりたいさん、はじめまして、嬉しい、ありがとう名前。4位国王さん、2位は赤さん、1位はショートさんでした。ありがとうみんな。髪型が変わったから前より柔らかいイメージに見えて可愛いのですが、何かありましたか？何もないです。前髪切って、あ、でも前髪めっちゃ伸びたよね。前髪伸びて髪染めただけって感じ。うん、そんな感じ。やっぱさ、前髪切るとイメージ変わるんかな。変わった？やばい、笑っちゃいけないだろうけど笑ってしまった。何何何、何かあった、何かあった、何かあった、何かした、何か、何かついてる、何かついてる、何かしたっけ、何、教えて、何した、ん、ん、大丈夫？
サラロちゃんじゃないなら安心して終われる。よし、じゃあじゃんけんします。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、ブン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 ありがとうみんな。サラのは何しても面白い、ありがとう、全部受け取るサラの、サラちゃんのブーツに笑って、サラちゃんのブーツになりたい、サラちゃんのブーツになりたい方どなたですか。でも嬉しい名前ありがとう。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。明日はオンラインお話し会なので、皆さんお話しできるの楽しみに待ってます。オンラインお話し会あとね、ラスト、あ、リアル合わせた3回なので、皆さんカウントダウン始まってますよ。皆さん会いに来てね。おしましもできると思うので、皆さんおしましでも待ってます。最近見つけてくださった方は特におしましじゃなきゃ来れないと思うので待ってますね。それでは皆さん、なんか最近髪の毛抜けるんですよね。なんで？でもこれはもう1年前からだ。はい、それではおやすみなさい。みんなありがとう。バイバーイ。